株式会社アルバックは、神奈川県茅ヶ崎市に本社を置く、主に産業、研究機関向け真空装置を製造する企業である、東京証券取引所一部上場、創業時の発起人代表であり、初代社長を務めた石川義次郎は、電気技術者であり、京福電鉄社長などを務めた実業家、東京、日本橋の酒屋に生まれたが、 父親の経営失敗で倒産したため、13歳で東京電灯管理発電所に方向に出され、当時技師長だった藤岡一助に見込まれ、その下で働く。新設の静岡電灯に派遣され、技師長の小木寅次郎が兼任していた名古屋電鉄に発電所技術員として17歳で移籍し、21歳で京都電灯に移籍。 同社東九条発電所技師として働きながら、同社普通学校3年に編入し、23歳で、第三高等学校、26歳で休職して、京都帝国大学電気工学科に入学し、29歳で、卒業。京都伝統に復帰し、欧米視察後同社取締役営業課長となって、電気の一般普及に努め、32歳で、小木虎次郎の娘と結婚。 日本初の家庭殿下の家と言われる、井上亀之助邸に続き、殿下生活を始める。60歳で、同社副社長となり、62歳で、京福電鉄社長就任。エジン財団役員、京都市名誉市民。数十に上る、公共団体、民間企業の役員も務めた。信十五位銀牌、君四等随法賞などを受賞。長男の石川圭介は、東大卒。 京福電鉄専務、長女の八千代は、アルバック二代目、社長以外、人志の妻、三男の石川光造は、兄弟卒、アルバック副社長、日本電タカーサービス社長、い尾の石川義雄は、日本航空開発社長。石川義次郎、1881年生、京都帝国大学卒以外人志、年生、京都帝国大学卒、 石川義次郎の娘婿。元東京芝浦電機松田研究所研究員。林力ディスプレイ、半導体、電子、電気、金属、機械、自動車、化学、食品、医薬品業界及び大学、研究所向け真空装置、周辺機器、真空コンポーネントの開発、製造、販売、カスタマーサポート及び初機械の輸出入。 また、真空技術全般に関する研究指導、技術顧問、連結式会社持分法適用関連会社その他、連結式会社米国中華人民共和国台湾、韓国東南アジア持分法適用関連会社、台湾その他ドイツ中華人民共和国台湾、韓国東南アジアエビー元株式、会社アルバック社長、林地から死終恋を積んだ人がイノベーションを起こす。 三学館連携ジャーナル2009年6月号 ABCD e 株式会社アルバック初代社長石川義次郎アルバック公式サイトハット ABCD 松下幸之助と成長の家石川義次郎を介して川上恒夫 PHP 総合研究所2009から10ありがとうございます